はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただきますのは、おしゃれな完全ワイヤレスイヤホン、おしゃれな完全ワイヤレスイヤホンです。こちら、わかります？こちら、はい、B&O ビオプレイ E8 のご紹介です。E8 こんなの、いやーかっこいい。本日はですね、こちらのビオプレイ E8 の魅力を順々に、伝えていっちゃおうかなと思います。ではその1、まあそもそも完全ワイヤレスイヤホンだということですよね。左右独立型の今流行りの完全独立型イヤホンということ、Bluetooth のバージョンは 4.2、ビオプレイ初の完全ワイヤレスイヤホンになります。非常にエレガントなデザインとコンパクトな設計、すごいですね。これイヤホンっていうよりかは何かアクセサリーのようなイメージがあります。触っていてもですね、機械っぽくないんですよね。どこかアクセサリーっぽい何かを感じられます。その2、多彩なタッチコントロール。これ実はですね、これこの B&O って書いてる部分、これボタンじゃないんですね。タッチセンサーになっておりまして、こう撫でたりとかタップしたりとかっていうので操作をすることになります。操作自体もエレガントに行うというところが、どこか B&O のこだわりを感じますよね。その3、接続性の良さ。近距離電磁誘導 NFMI を採用しておりますので、こちら左右のつながりっていうのがかなり安定した製品になります。その4、クラフトマンシップがあふれるディティール。これですね、イヤホン本体もやはりエレガントで美しいんですけども、個人的にはこちらの充電ケースにも注目していただきたい。わかりますかね、かなり美しく造形されてますよね。このですね、レザーの質感というか、この感じがすごく綺麗です。カラーバリエーションはブラックの他にチャコールがございます。このですね、あの絶妙のグレー具合というか、これがおしゃれですよね。で、金ピカじゃないんですよね。このプラチナな感じの金色も美しいですね。で、その後、これですね、やっぱり音いいんですよね。音質かなりいいです。なぜかというとですね、まあ、そもそもバング&オルフセンってご存知ですか？バング&オルフセンのですね、技術がもうこの小さい中にギューッという風にですね詰め込まれておりますので、これもすごく音に自信のある作品でございます。その6、見た目だけじゃなくて手触りもいいんです。ですね、この耳に当たる部分もですね、すごくこうしっとりした質感のものになっております。さらに、ぶつかるイヤーチップの部分、こちらもコンプライ社製のですね、イヤーチップも付属しておりまして、見た目だけじゃなくて装着感や手触りにもこだわっているというところがポイントです。その7、再生時間。こちら1回の充電で約4時間駆動します。まあ、これ結構ですね、完全ワイヤレスの業界の中では長い方なんですけども、外出先でもですね、こちらの超おしゃれなですね、充電ケースを使って2回の充電が可能。最大ですね、フル充電の状態にしておけば、4×3 で12時間の駆動が可能です。また、20分という短い、充電時間で1時間の駆動が可能です。その8、アプリケーションがある。このですね、B&O の、ビオプレイ、アプリケーションをダウンロードすることによって、お好みの音にエコライジングすることが可能です。まあ、そもそもですね、結構ですね、タイトな、エレガントなタイプの音なんですけども、まあ、ちょっとだけワイルドにしてみたりとか、もう少しだけ、ハイを抑えてもっとナチュラルにしてみたりとかっていう風なですね、このなんていうんですかね、チューニングが可能な、ワイヤレス製品になっております。はい、やっぱ総合面でですね、バッテリーも音も接続性も、だいぶその総合のポイントが高いんで、まあかなりですね、迷ったらとりあえずこれでもいいかなっていう気もします。何せですね、所有欲を満たしてくれるようなデザインとエレガントさですので、ぜひですね、こちらの完全ワイヤレスイヤホン E8 を手に取ってみて試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。本日は大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内させていただきました。気になったお客様はぜひですね、インターネットの方でブログや、弊社のウェブページの方を参照なさってください。それでは本日は大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内させていただきました。ではまた次の動画でごきげんよう。